ロブラン、またはラウラーナは、クロアチアのイストリア半島にある町及び、それを中心とした基礎自治体である、クバルネル湾西岸に位置し、2001年の国勢調査による人口は3241人であった。町の名称は紋章に描かれている月桂樹に由来する。イストリア半島東岸では最も古くから、ある集落のうちの一つで、中世初期には、 アドリア海北部の重要な都市域であり、造船の中心であった。近隣のトリエステやプーラ、リエカといった港湾都市の開発が進むと、ロブランの重要性は失われていった。しかしながら、19世紀半ばになると、オーストリア・ハンガリー帝国の貴族たちの流行りのリゾート地として有名になる。それ以来、観光地としての伝統を保っており、現在でも著名なリゾート地として、 街の経済の柱となっている。ロブランには豊かな文化や歴史遺産がある。教区教会のユリア教会には中世のフレスコやグラゴール文字の石踏みがあり、14世紀の聖、ゲオルギルスの塔が旧市街にある。素朴な雰囲気と建物で構成され、周辺部はビラと共に公園や緑地が広がる。ありがとうございます。